本当に正しいかこの自分でね、確かめなきゃならないよ、大変だけど。僕は真理求めてね、生きてきたけど、偽り多いこの世界、本物じゃない。僕が生きた証だけは、たとえ僕が死んでも残るかもね。ほんのわずか、人の心に少しは例え死んでも正しいのなら、僕の家族も喜ぶだろう。正しいことをして信頼したら、僕の家族悲しいと思うだろうね。たとえ僕が正しさのために死んだら、僕のこの気持ち分かってくれる。僕の命正しさにね、使う時が来てもね、妻や子はね、僕の気持ち多分理解してくれる。僕が正しさで僕の命を使うとしても驚かないで。僕のこの命正しい。